任天堂が動物の森の発売を延期した本当の理由が話題になっていました。人気ゲーム動物の森の発売延期が発表され、任天堂株が急落する騒ぎになっていますが、任天堂は従業員の健康を第一に考えて延期することに決めたと語っているそうです。そんな任天堂が取った決断に海外からは絶賛の声が寄せられていました。